強立校は中国の陸上競技選手、専門は砲丸投げ。ロンドンオリンピック女子砲丸投げ銀メダリスト。世界選手権はロンドンとドーハで金メダルを獲得した。海津美市出身。2007年8月に大阪で開かれた世界選手権で国際大会デビューを果たし、決勝に進出して7位入賞の成績を残した。 翌2008年8月の北京オリンピックは予選で自己ベストとなる19メートル46をマークし5位通過し、決勝は19メートル20の記録で5位に入賞したが、後に2位、ナタリア・ミフネビッチ、3位、ナドゼヤ・オスタプチュクのドーピング違反が発覚し、失格、繰り上がりで銅メダル獲得となった。 2009年4月の中国選手権で1 9ル8 2をマークした。同年8月にベルリンで開かれた世界選手権は自己ベストを7センチメートル伸ばす1 9ル8 9を記録し、バレリー・ビリ、ナディネ・クライナートに次ぐ3位に入って銅メダルを獲得した。杭州で開かれたアジア選手権は同じ中国代表の劉少洋らを下して優勝した。 10月21日に、災難で行われた第11回中華人民、共和国全国運動会で優勝、最終6等目に、中国歴代7位で、自己ベストとなる20メートル35を記録した。2012年8月のロンドンオリンピックでは20メートル22をマークして、当初4位となったが、表彰式後に、ベラルーシのナドゼやオスタプチュク、 ロシアのエフゲニアコロドコのドーピング違反で失格処分となったため順位が繰り上がり銀メダルを獲得した。ありがとうございます。